プチハマり。プチハマり。やたら聞くっていうか、やたら、あ、僕がね、生活してるし、うんうんうん、1日1回は頭をよぎるし、うん、YouTube とかでも、自分の中にある携帯の音楽でも、うん、やたらかけて歌って、うんうん、結構ヘビーローテーションな曲があるんだけど、ほう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 、フジファブリックの若者のすべて。ああ、いいですね。めっちゃ好きで。いいよな。わかるわかる。わかるよな。わかる。うん、結構いろんな人がもう好きで、うん、ラジオでよく流れてて、ラジオで流れるときに例えばリクエストで、ああこれいい曲って言って、フジファブリックで若者のすべて、パーソナリティが結構そういう風な紹介をするのか、をする確率が多くて、やっぱみんな好きなんだなって思ってて、いいよな、いいよな。まずさ、入りのあのデン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 っていう、あのちょっと切なさもちょっといいしさ、なんかが来たぜ、でん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 、じゃん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 みたいな、なんかあのじゃん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 、真夏のピークが去ったっていう、あのフレーズもさ、めっちゃかっこいいよね。なんかね、かっこいいよな、最初のもう最初から引きつけるっていう曲ではあるな、やっぱり疾走感なんかちょっと、うん、ちゃんつかちゃんつかちゃんつかじゃなかったらどうなるっけ、ちゃんつかちゃんつかちゃんつかみたいな、いや、そ、多分よ、それがよ、俺の中のじゃん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 なんだぞ。なんかお前のやつはよ、じゃん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 ちゃー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 みたいな、じゃーんみたいな、一心カップヌードルちゃー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 、あ、これゴールデンハーベストだ。ジャッキーチェンの映画が始まる前の音だ。なんだろう、チャンシカ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 、会話がよ、もうよ、入ってみるよ、真夏のピークがシャカチャン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 シャカオッケーオッケー、わかった、はい、やってみよう。チャンシャカ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 チャン、真夏のピークが入れんな。だからチャンシャカチャンシャカじゃないんだって、だから。お前、やってみるか。あ、オッケーオッケー、行くぜ。じゃあ行くよ。行け、早く。行くぜ。行くよじゃねえよ、早く。一定じゃないな。ハン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 のよ。拍数だよ。ハン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 の時もあるし。ダンチャンチャカチャンチャンチャカチャン。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃん、真夏のピーク、違う違う、まだ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 、違うわ、しかもよ、立ったけど、うん、ちゃんちゃかに寄せられてよ、うん、真夏のピークがちゃっちゃって感じ。今もうサビ何だったかなってなってるしな、俺。そうだよ、あれだ、何の最後の花火にか、花火に、そうですそうですそうです、うんうん、今年もなったな、天気予報士が花火で言ってた、ちゃん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 だよな、それなりに、あ、街は、あ、そのいわゆる B メロか、 B メロがめっちゃ好きなんだ、いや全部好きなんだけど、はい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 、いいよな、そう、しかもさ、ちょっとさ、ゆるいさ、ゆるい歌い方が、そう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 かっこいいよな、あの感じがね、線が細いというか、なんというかかっこつけてない感じがかっこいいのかな、本当まさにそれだと思う なんかな、うん、だから、あ、惜しい人がお亡くなりになったなって、本当ね、あ、多いよな、しかもちゃんちゃかちゃん、あ、なになに、入りそうだったな今、ごめん、腰折ったな今、
お前の左に腰を折ってしまった。何しかも何いやなんかその志村さんがさ亡くなってもフジファブリックのなんか良さがさ今もなお残ってるさ。そう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 、なんかすごいなと思ってよ。亡くなってなお名曲として、うん、ああいい曲で紹介される凄さがなあるよな、うん、ある。そうそうそう、すごいやつだ。すごいよな、いいよな。この曲を知ったきっかけは赤い公園ってわかる？ファブリックの歌？うん、じゃない、バンド聞いたことあるかも。そう、聞いたことあるぐらいで、俺もバンド、そのバンドの曲とか聞いたことないんだけど、うん、角舞さんっていうギタリストがいて、もこの人も亡くなっちゃったんだけど、うん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 、この人が担当してたラジオで紹介されて、うん、その人が若者のすべての良さを結構なんか語ってたような感じのところがあって、それで好きになったっていうのもあるんだけど、この人の説明がめっちゃまた音楽的な、音楽通の人で、はい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 、はい、ちゃんとその語れるんだ、その魅力を。そう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 、若いんだけど、めっちゃ若い人なんだけど、スマップに提供したりとか、うん、もう著名人、あの音楽界では、うん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 、なるほどね。そう、大好きなラジオ番組だったけど、うんうん、急遽亡くなって、この人も、多分自殺かなんかって言われてるような気もするんだけど、そこで出会った、うん、若者のすべて。かっこいいよな、かっこいい。夕方5時のチャイムがの B メロだ、B メロ。あ、かっこいいよな、めっちゃ好きやん。っていうとこかな、めっちゃ聞く、うんうんうん、いいですわ。いいね、フジファブリック、フジファブリックいいな、うん、